江戸小話引っ越し寿者の道内筑山が品川へ引っ越しをした。弟子たちは家見の祝儀に集まり、いろいろと話をするうちに、その中の一人、先生はにぎやかな日本橋をお見捨てなされましたが、何か良いお考えがあってのことでございましょうか、と聞いた。死の筑山、極めて真面目に。うん、日本橋より品川の方が、から、かっこ中国へ、二里近い、と答えた。